どうもー東海ロリポップです。南海さんのパクリから入りましたけど、いやひどいですね。はい、いまあ、最初に言っとくと、はい、あのまさかお前と漫才やる羽目になるとは思わなかったよ。神様っていないね。いや、いない。いや、びっくりしました、本当。いや、あれですよ。まあ、まあ、知らない方いると思うんで、はい、言っときますと、僕らあの4年間付き合ったこともあります。はい、まあ、昔の話なんですけどね。まあまあ、元彼、元カノっていう、まあ、非常に気まずい状態で。はい、よし。まあね、あの、割り切って、今日は頑張りますので、よろしくお願いします。割り切って頑張ろうみたいな感じでね、割り切って頑張ろう。割り切って頑張りましょう、はい。まあ、頑張ろう。はい、まあ、私思うんですけどね、うん、男の人って、女の気持ちわかんない人多いなと思うわけですよ。いや、なんかこのテーマだとさ、うん、なんか俺、なんか胸が痛いものあるけど。大丈夫です。女のことわからない。ふみさんのことは言ってないです。まあ確かにたくさん泣かされましたけど、ふみさんのこと言ってないです。ちょっと嫌なこと言うな。でも本当にあの女のサインっていうのを気づかない男の人って多いと思うんですよ。あ、なんか女の子が出すサインね、うん、でも俺そういうのは割と気づく方だと思う。本当？っていうのもやっぱホットドッグプレスの愛読者だから。ホットドッグプレス？アンアンとかも見るし。あれ童貞の雑誌でしょ。いやいや、童貞の雑誌じゃない。アンアンは童貞の雑誌じゃないでしょ。うん、違う。愛のあるセックス特集とかやっぱ見てるし、俺はそういうの。だから結構女の子のサインは見抜ける。ひどいね。まあ見抜けるんだったら、じゃあ例えば、じゃあ代表的な女の子のサインなの。じゃあ例えばよ、女友達と2人で飲みに行った時に、はい、女友達が急に、うん、あれ私なんだかちょっと童貞しちゃったみたい。あれちょっと症状もなくなっちゃったみたい、どうしようって言ってきたらどうする。まずそんな女の子いる？私の友達大反抗。そんなよ。お前の周りの友達そんなんばっか、うん、だいぶフィーバーしちゃってんね。悪口言うね。別に悪口じゃないけど。あ、じゃあ要は女の子が酔っ払って、うん、私終電なくなっちゃったってことでしょ。そういうこと。こんなの簡単なサインじゃん、うん、要は今日私は OK だからホテルに連れてってってことでしょ。いやいや今本当に気持ち悪い空気にされたけど、グロテスクってあんま言わないよ。脳みそ出てる人とかだからグロテスク。ここでグロテスクってびっくりしちゃう。全然あんた女心分かってない。いやいや、大体こういうサインでしょ。全然違うよ。じゃあ今どういうサイン。今のは、お前さ、もっと飲めよ。いや、もっと飲めっつってんだろ。酔ってる女さらに飲ませんの。私もう飲めないよ。そうなるね、無理やり飲ましたら。おめえってきったねえ女だな。これが欲しい。馴染って欲しいね。本当にもうそのためだけにやってる。酔っ払って、うん、終電なくなって、うん、馴染られたいの。豚野郎って言われたい。お前だけだと思うよ。なんでなんで舞台上で私ド M ですって言ってんの。いや、まあ、あんた女の気持ち全く分かってない。だいぶ辛いね。全然ひどいね。いや、お前それで俺女心分かってないって言われたらちょっと辛いもんあるけど。なんでよ、全然。まあ、俺じゃあ女心分からなくていいよじゃん、うん、そういうお前だって男心全然分かってないでしょ。はぁ、あ全然分かってるし、まだ、あ、お前来いや。来いっつってんだわ。一旦それやめれる。いや来いっつだ。そのキャラやめれる。大丈夫。もう来いや。じゃあお前に出すよもう、うん、じゃあ例えば好きな男の子にメールしてて、うん、でその男を食事に誘うんだけど毎回ちょっと仕事が忙しいからって言って、うん、仕事が忙しいで毎回断ってくんの。あるね、うん、これって男はどういうサインだと思う。まあ、簡単でしょう。仕事が忙しいから、うん、君に会えないから、うん、仕事場に遊びに来てくださいってこと、うん、絶対そうなんないね。これは仕事が忙しいって言ってるのは口実で会いたくないですって意味だから、会いに行ったら絶対ダメでしょ。嘘でしょ。いや、そうでしょ。だって私大半このパターンの時会いに行くよ。大半このパターン行っちゃうの。行く。だいぶ痛いね。痛くない。痛いよ。私可愛いと思う。いやいやいや、そんな可愛くねえよ。全然可愛いよ。全然これが正解だと思うけど。いやいや、絶対違うでしょ。なんで。だってお前さ、そんなさ、会いに来られて惹かれない。毎回そのパターン惹かれない。ぶち切れられるんでしょ。うん、ボコボコぶち切れられてんじゃねえ。いや、僕それって喜んでるってことでしょ。なんで喜んでるってこと。いやで、私ド M でしょ。で、ド M の人殴るってことはもうそれはプレーが成立してるじゃん。いやいやいや、それ成立してんの。してると思う。いや、まあ確かに。全然分かった。俺さ、正直さ、女心分かんないかもしんないけど、お前俺以上に男心何にも分かってないからね。大ちゃん、うん、私たちそれだから別れたんでしょ。まあ確かにな。もういいよ。え、もういいよってどういうこと。いや、お前漫才終わるお笑いのサインも分かってねえじゃねえかよ。どうもありがとうございました。